皆さんこんにちは、トモヤです。今日はですね、2000円札の価値を調べていきたいなと思いまして、結構前にね、2000円札の価値を調べた動画を出したんですけど、そんなに値段は変わらなくて、あるナンバーだけちょっと高なるみたいな、そんな感じだったんですけど、ちょっとね、その時はまだ平成だったんですよね。令和になったことで2000円札の価値は上がるのかなっていうのをちょっと気になったんで、調べていきたいと思います。じゃじゃん、ここに3つあるんですよね。こんな感じでね、2000円札なんですけど、ちょっとね調べていきたいと思います。皆さんは持ってますか、2000円札。沖縄ではね、結構流通してるみたいな聞いたことあるんですけど、今そんなにあるのかな、それは分からないんですけど、どうでしょうね。もうすぐお金のやつも変わるらしいですね。1000円1万5000円1000円5000円1万もそう、背景とかね、また変わるらしいですね。今年3月末に出回るのはわずか1億枚で、残りは日本銀行の備蓄などに回っている。1万円札の流通枚数が約100億枚、5000円札1000円札も合わせると1550億枚近くに上り、2000円札とは大きな開きがある。結構ね、持てば持つほどいいのかなと思いますね、2000円札。まあ令和になったらね、平成の記念に作られたやつなんで、ちょっと上がってほしいですね。インターネットで調べると、まあ、新札で2割か3割増しぐらいですね。あんま他やったら変わらんらしいですね。ちょっとね、他のやつも見ていきたいと思います。令和2年度の銀行券発注高、これが 9.2 で、単位が億なんですけど、見てください。今ね、2000円札がゼロなんですよね。あ、でもやっぱ一番多いのが1000円札ですね。でも5000円の方が少ないですね、1万より。2000円札の入手法とかもありますね。1、大量の小銭を両替する。ゆうちょ銀行で両替する。みずほ銀行で両替する。りそな銀行で両替する。三菱 UFJ 銀行で両替する。三井住友銀行で両替する。って書いてますね。まあ実際ね、されるのかなっていうのはちょっと疑問なんですけど、どうなんですかね。まあまだ使えるか使えないかで言うと、全然使えますね、2000冊。僕の親とかも使ってましたね。まあ、西暦2000年のミレニアムと呼ばれた節目の年に、沖縄県のサミットで行われた時に作ったんですかね。はい、インターネットで調べてみたんですけど、あんまね、価値は変わらないらしくて、ちょっとね、これに詳しい人がいたら教えてほしいですね。何か詳しい情報などがあったらコメント欄の方に書いてください。それでは今日の動画終わりたいと思います。皆さん、お金は大切にしましょう。僕もね、最近金遣いが荒くなっているんですけど、もうすぐね、給料前とかにお金なくなっちゃって、もう自炊もサボって外食ばっか行ってるんで、給料前には本当にお金ないですね。ちょっとね、貯金も始めようかなと思ってます。まあ、それでは2000円札3枚ですね。これ結構大事にしてて、ほんまにどんだけお金がなかったとしても使わなかったですね、この2000円札は。そんぐらい大事にしてたもんなんで、もう何年かわかんないですけど、もう高校かな、中学校ぐらいの時から大事にしてますね。まあ、それでは今日の動画終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。